さあ伊賀食堂に到着しましたよ。厳密には伊賀食堂ではないんですけど、はい、伊賀食堂周辺に到着しましたということで、はい、早速、はい、ちょっとお話を伺ってみましょうか。はい、どうもお世話になっております。はい、意味です。三方高校で行くと、はい、そうですね、お会いしてますね。お会いしてます。はい、ということで今日はこれですか。これです。はい、今日は下手れなんでトランプで積み込んで来ました。あ、そういうことですね。午後それからもう名古屋に行かなきゃいけないんで。お仕事ですか。仕事で、はい、あ、これからじゃ仕事なんですね。そう、仕事で、はい、はい、いや、おもちゃ感全開ですね。おもちゃ感全開で、はい、中古で買いましたけど。こういうの自分で買えたんですか、マフラーとか。いや、これもともと中古で買ったらついてたんですよ。はい、あ、じゃあ全部この状態で。いや、ハンドル回りとかはもう、ああ、ご自身で買えたってことですね。はい、そうですね。はい、まあ、でもこういうおもちゃも持ってらっしゃるということで、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、いいですか、お話伺っても。じゃあお名前からお願いします。ポンポンチャって言ってます。ポンポンチャさんでいいですか。今日は MT-09SP ですね。はい、まだ新しいですね。去年12月ですかね、買いました。まだ買ったばっかですね。はい、1年弱。そうですね、な感じですか。はい、気に入ってますか。はい、めっちゃ気に入ってます。いいです。ご自身では結構カスタムされてる感じですか。いや、もうオプション、純正オプション。はい、まんまです。これついてますよね。はい、あ、はい、そうです。あとは、これもつけましたね。はい、はい、で、これそこと、あ、そう、これですね。はい、転倒のした時のクランケースガードもバッチリですね。はい、これバッチリですね、転んでも。ダブルでついてるんですね。はい、はい、そしてあれですね、これはあれですか、こだわりですか。ああ、いや、たまたま青と青でいいかなと思って合わせてるんですね。はい、これもそうですよね。そうですね。はい、という感じで、はい、ここと、ここと。今後またいろいろやっていく感じですか。でも結構今これでもなんか走る分には全然満足な感じですか。はい、このバイクいいですよ ね。 そうですね、乗りやすいし速いし、はい、楽しいですしね。はい、あとこのキャリアもついてますね。キャリアというか、はい、ベースですね。はい、はい、という感じで、うん、もっと行くときはここまたつけて、あ、ここつけたり外したりしてるんですね。はい、あ、そういうことですね。はい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 、はい、まあ、シートバックだけだったらこれあると確かにつけやすいですもんね。そうですね。あ、そういう感じですね。すいません、ありがとうございました。綺麗、はい、にまとまってますね。うん、お名前聞いてもいいですか。川端と申します。川端さんですね。はい、トリシティじゃないですか。はい、トリシティです。今回では初めてですよ、トリシティの方は。あ、そうなんですか。はい、一応防寒仕様ですね。あ、まあ、もともとこれ中古車で買って前のオーナーさんがもうこういう状態にされて、はい、あ、そうなんですね。はい、はい、今日何時からここにいるんですか。10時20分ぐらいに着きました。来たは結構お近くですか。大阪市から来ました。どれぐらいかかりました。渋滞してたんでちょっと2時間弱ぐらいは。おお、なんか走ってきた割に綺麗ですね、足回りが。ちょっと吹いたんで。そうですよね。あれおかしいなと思って今日走ってくるとちょっと汚れてそういうことですね。あ、そういうことですね。はい、今日結構最初朝降ったみたいで。あ、結構路面がね、奈良の山を越えるとき結構ちょっと本降りになりまして、結構打たれました。あ、打たれたんですか、雨に。はい、あ、そうですか。それは大変でしたね。はい、気に入ってますか。いや、もう気に入ってます。今日みたいな風の強い日とか全然、あの、もう前にいるのおかげで安定した走り。安定してますもんね。はい、すみません。はい、うん、これでもう東京も行ってきましたし。乗ってますね。はい、中央道とか全然普通に快適ですか。はい、あの飛ばさないんでこれぐらいで私は十分です。はい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 、分かりますよ。我々もずっと取引で移動しているので十分ですよね。すみません、ありがとうございました。すいません、お名前伺っていいですか。タネムです。あ、タネムさん、はいはい、あのネット上ではなんかコメントいただいたりとかしてますよね。はい、ありがとうございます。前回 の、 あの鶴ヶの時に、あ、買っていただいたやつですね。はい、はい、ということでドラッグストア250ですね。はい、アニバーサリーカラーです。はい、はい、そうですね。売却前のラストランということで。え、手放しちゃうんですか。はい、それはなんか乗り換えですか。乗り換えです。何に乗り換えるんですか。大きいやつに。大きいやつ。まだ C なんですけど大きいやつに。大きいやつに。な、内容は秘密。ヤマハの人気な大きいやつに。ヤマハの人気な大きいやつ。系統もこういうのですか。いや、ちょっとネオな感じですね。ネオな感じ。なるほど。というか、大体わかりましたね、申し訳ないがね。ということで、おお、そういうことですか。じゃあこれは下取りで。いや、あの、幼馴染に普通に。ああ、そういうことですね。じゃあまだ見る機会は。はい、当分ございます。これ、なんすか、秒打ちしたんすか。いや、これ純正で、アニバーサリーカラーはこれ。そうでしたっけ。はい、こんなんついてましたっけ。はい、買ったっしたっけ。後期はこれが確かないんですね。あー、レアですよね。こんななんか北斗の拳みたいになってたっけなと思って。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。お名前聞いちゃってもいいですか。昨日も来たんですけど、はい、マーガンです。車両違う風。あれ、こっちの方に住んでるんですか。あー、はい、そうです。あ、
そういうことですね、はい、だからあのちっちゃいので、はい、今度帰ってきたってことですねすいません、ありがとうございます。かっこいいですね、この色、この色を見たときに、ね、これにビビッときちゃいましたか、はい、いい色ですよね、はい、赤とかあとあのベージュっぽいのはよく見ますもんね、はい、これ珍しいですね、はい、でもこれもあれ純正カラーですよね。純正カラーです。お気に入りのポイントは何ですか、これ。色と先に触れちゃいましたけど、マフラーあ、これあ、日本出しになってんじゃないですか、はい、こういうのが売ってるんですか、これ。これはもう純正オプションで。なるほど、知ってました、これ。いや、知らないすごい特徴あるナンバーですね、はい、これその亀山市だからってことですか。そうです。あ、まあまあそれそうですよね。ディーラーでどっちにしますって言われて、はい、可愛いからじゃあこっちって可愛い、まあ、このバイクのキャラクターにも合ってますよねすいません、ありがとうございましたすいません、あの後から来られたようで、はい、お名前伺ってもいいですか。元5515です。元5515さんですね。はい、はい、あの伊賀食堂去年あの言ったの僕です、多分。あ、そうなんですねあれお近くですか。大阪です。大阪ですか。はい、じゃあ結構かかってきたんですね。1時間半ぐらいですまだピカピカですね、手でね。そうですね、はい、1年は超えましたけど。あ、本当ですか。はい、ちょっちゅう洗ってるんで綺麗です。ちょっちゅう洗ってる、はい、結構大事にしてる感じですね。大事にしてます、はい、はい、いいバイクですよね、これね。はい、はい、本当だ、はい、あの先代のやつですけどね、3の方ですかね、ザクロス。エンジンガードもつけてますね。はい、いい感じですね、はい、お気に入りポイントありますか。お気に入りポイント、まあ、はい、し、あ、ごめんなさい、シンプルなとこですかね。ああ、多分あれ、これこの辺なんか剥がしちゃいました。あ、これですよね。そうです、そうです、剥がしました。そうですよね、なんかつるっとしてんなと思ってたんですけど剥がしちゃダメなんですかね、あれね。いや、大丈夫ですよ。あんまり公言しちゃいけないかもしれないです、はい、剥がしちゃダメですよ、はい、はい、モーションステッカーは、はい、ということで、すいません、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、やってまいりましたよ、はい、第4の集合場所ですね旧東の川小中学校でいいですかね、はいはい、素晴らしい景色じゃないですか。奈良さんのご馳走が目の前に広がっていて大変ですねというわけでですね、かなり山道をぐねぐねずっと走ったらですね、ついたイメージにはなるんですけども、なんとですね、ここにもですね集まってくれた方がいらっしゃるので、はい、ちょっとお話をお伺いしてもいいですか。じゃあすいません、お一人目の方、お名前伺ってもいいですか。テイクフォーっていう名前で時々テイクフォーさんですね。ということで、今日は愛車これですか。これと、まあ、もちろんセローもあるんですけども。そうなんですね。今日雨上がりで落ち葉も多そうなんで取り捨てできました。セローよりトリシティをチョイスしたということですね。素晴らしい走破性ということですね。そうですね、はい、ちょっと愛車見せてください。なんかナンバーが変わった形してますね。さっきの亀山とBS 団みたいな形してますよ本当、はい、古墳なんですね、これ。なるほど、あのなんて言うんでしたっけ、鍵穴式でしたっけ。前方後円墳。あ、前方後円墳、そうですね、はい、の形をした珍しいナンバーですね。そして、どっちかというと防寒仕様な感じですかね。普段通勤に使ってるんでとにかく快適だ、ね、快適最優先ですね。すいません、ありがとうございました一応もう一方、はい、お名前いいですか。あ、呼んでみまして、小沢7030です。小沢7030さん、昨日もいらっしゃったんですけど今日も聞いたいということで、はい、よくこんなとこまで来ましたね今日も途中で悩みましたどうしようかなって県外だし何もできないしでもお会いでき、あ、これ来たことないですよね。はい、まあ、こういうもの興味ないですよね普通ね。あ、あ、国道の、はい、国の道と書いて、はい、国道、はいはいはい、死に号線なんで。あ、そういうことですね。有名です。あ、そういうことですねじゃ興味ないわけじゃないわけですねわかりました、ありがとうございましたさあ、ここでですね、驚きのなんとシューティングブレークがやってきました。しかもフルオプションですね。フルオプションすごいですね。これまでついてますよ、ほら。すいません、お名前伺っていいですか。BKB160 です。 BKB160 さんですね。そしてさらに驚くことにですね、うちの
お客様ということで。ありがとうございます。すいません、あ、こちらこそです。ありがとうございます。こちらにも、まあ、引っ越してこられた、戻ってこられたって感じですか。まあ家自体はあったんですけど、はい、仕事がちょっと、あ、そういうことですね、内容が変わったって感じですね。そういうことですね、はい。いや、こっちではもう他に合わないですよね、走ってるのは。そうですね。あ、はい、やっぱ珍しがられます。うーん、道の駅とか止めたらちょっと話しかけられたりとか。そうですよね、一応宣伝活動はさせていただいて。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ということで、ちょっと衝撃的でしたけどね、この山の中で。なんかバイクの音するなと思ったら。しかも結構いいペースで走ってきましたね。必死でした。間に合わないのではないかと思って。すいません、ありがとうございました。驚きですね。さあ、風の強い中ですね、ものすごい辺境の地にあるこの学校にですね、はい、在校生が集まってくれました。ということで、そんな思い出とともにですね、今日の動画はここまでです。ということで、また、次の動画でお会いしましょう。さよなら。